皆さんこんにちは、脳梗塞リハビリセンターの福田です。本日は手について、手の中でも親指の重要性についてご紹介したいと思います。親指の重要性とそれに関してどのようなトレーニングをすればいいかです。早速ご説明したいと思います。手なんですけれども、基本的に手の機能というのは何か物を持ったりとか操作したりというのが基本的に重要です。その時に指は5本あるんですけれども、実は親指だけいろんな動きをします。こう指を合わせるような動きを見てみましょう。良い方の手でちょっとやってみますとですね、どちらかというと他の指に対して親指が迎えに行くような動きになります。つまり親指ってすごい動きの自由度が高い指になってます。ですので他の指と比べて違うような練習も必要になってきます。じゃあ何が違うのかというのを説明しましょう。指を曲げてみるとわかるんですけれども、指を曲げてみるとこのように指が曲がります。そうするとですね、指の付け根ってここっていうイメージですよね。こちら、ここが中心に曲がってるという感じです。じゃあ親指どうなってるかってちょっと見てみますと、実はですね、同じ意味で言うと指の付け根ってここじゃないかって思ってしまうんですけれども、曲げてみるとこう、ここだけじゃなくてここが動いているのも分かりますか？ここも一緒に動いてますね。ということは指の付け根っていう表現をすると、実はここここここってもちろん思うんですけれども、親指の場合動く軸としてはここです。ここが中心となっていろんな方向に動くようになってますので、ここをよく動けるようにするというのが一つ重要になってきます。ここはいわゆる第一中手骨と呼ばれるところと大梁頸骨と呼ばれるところの間の CM 関節と呼ばれるところです。本日はこの CM 関節についてどのような運動をしていくかっていうのをお話ししていきます。対象となる場合は力が入って少し親指が動くけれどもなかなか動かすのが難しいぞっていう方に対しておすすめです。実際の運動方法ですけれども、まず CM 関節を探る必要がありますので、親指の一番出っ張っているところですね、この出っ張りのところからずっと手首側に向けて指を下ろしていくと、どこかでガコッと段差があります。段差があるところが CM 関節になってます。ここが軸としてぐる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 親指が動くようになれば機能的な指ができるということですね。実際にそれではやってみたいと思います。まず CM 関節、ここをしっかり動くようにするために大事なところっていうのは、この親指と人差し指の間のこの部分ですね。この部分は昔ペンでこうなぞるような自主トレを紹介したと思いますが、そのような自主トレやっていただければと思います。表側もしっかりこう水かきのような部分ですね、親指と人差し指の間をなぞるようにこうなぞったり、裏側もそうです、なぞったり、であとはこう水かきを揉むように揉みほぐしたりしてみてください。でしっかり揉みほぐした後はもう一個、手のアーチを作る練習っていうのも以前の動画で紹介しました。ここを押してここの丸みを出すという話でしたね。ここを押していくと、これも CM 関節の動きやすさが出ますので、ぜひお試しください。でもう一つ今日新しいものですけれども、だいたいここの CM 関節が動きづらい場合っていうのが、ここの親指の膨らみ、これ母子球筋っていうんですけれども、この膨らみがすごい中に入ってる場合が多いです。ですのでこの膨らみの部分を外にかき出すようなイメージで少しほぐすというのが今回の自主練習です。もう一度確認してみましょう。手のひらを見た時にこの親指の膨らみがある部分、この膨らみをできるだけ手の外側に移動させるようなイメージです。良い方の手でこう引っ掛けていただいて、実際に置くとこのような形で、ちょっと見やすいように引くとこのような形で指を引っ掛けてグニグニグニという形で、ちょっと外にこのお肉を寄せるような形で動かしてみると、親指の動かしやすさが少し増してきて CM 関節が動かしやすくなると思います。また別の動画でも CM 関節の動かし方について紹介しようと思いますので、合わせてご覧ください。本日は親指の機能についておよび
母子宮筋を開くような動きによって親指を使いやすくするというトレーニングをご紹介しました。また何かこの練習で不明な点などありましたら下のコメント欄に記載していただければと思います。脳梗塞リハビリセンターではその他様々な自主トレ動画を紹介しておりますので、またぜひご覧になってください。それでは本日もありがとうございました。